本日は旧カメラ作戦にご乗船いただき誠にありがとうございます。廃墟感がカノン砲キャノンみたいな感じなのね。比例比が1000名を超えたが、その多くは毒ガス障害の解明のために身を捧げ国から。人は あった。船にご乗船いただき誠にありがとうございます。本船は約15分で大久野島へ到着いたします。彼の庭の隅に大きな井戸を発見し、それが向こうの時代へと通ずるタイムスリップ井戸ということに気づいたのだった。おお、皆の者、元気にしておく。はい、お疲れ、はい、お疲れ様です。新年明けましておめでとうございます。はい、やってきました ね、はい、そうですね。久しぶりの登場なんですけど、今年は何年ですか。今年はあれですね、ネズミ年ですね。でも、もうウサギです ね、はい、ちょっとね、今回はウサギ島というところに来ましたね。ちょうど、はい、早速寄ってきてました。いいところに、ね、分かってます ね、早速ね、こんだけ寄ってきてますからね。ぶわーやってこれもうたかられてますね。もともとその兎島、大久野島というのはどういう、ここはもともとこの毒ガス島と呼ばれてましたね。ですね、この島では昭和4年、1929年から昭和20年の、はい、1945年まで、はい、そうですね、太平洋戦争においての、その、はい、旧日本軍のね、うん、毒ガス工場だったということで、はい、そうですね、この昭和の時代まで民家が7棟あって、住んでる人が10人らしいんですけど、ね、うん、この毒ガス工場ということで、うん、強制退去になったらしいです。そうですね、完全に、うん、もうそっち系の軍の感じになって、ね、はい、神経系のね、ガスとかを作ったりとかいうことで、血液剤とかね、細粒剤
まあ、いろいろありましたね、なんか、うん、で、まだその戦争終わって、はい、証拠隠滅のためになんかいろいろ処理をしたり、ね、そういうことらしい島なんですけど、はい、まあ歴史はね、はい、結構長くて、 そ、 ね、それこそその戦国時代の、ね、村上水軍とか、はい、うん、そういうね、うん、安土桃山時代とかそういう話も聞いたりするんで、はい、まあね、ウサギの歴史は本当最近というかな。そうですね、もうその毒ガス工場の時にもう動物実験としてウサギが使われてたっていうことらしいですよ。はい、でもまあその時に使われてたウサギはもう今はいないみたいで、もその子孫もいないみたいですね。完全に殺処分されて、新しいウサギは1971年で書いてましたかね、それぐらい、はい、に7匹こう導入されて、そこから今この800羽ぐらい、900羽、700羽ぐらい。なんですかね。ここはですね、まあ一応、毒ガス工事時代も、桟橋として使われてたものなんですけど、陸揚げとか次第なので。ちょっとこれ反対側から撮ってる感じだね。まあ要はこう見えたっていう。ああ、なるほど。いうことだね。そうですね。ちょっとね、ちゃんと正面から見ないといけない。はい、なんかでもすごいなんか歴史を感じるような感じですね。協力しましょう。あ、まあ、この辺は、あれですね、工事の内容が入ってる。外壁工事の関係ですね。書いてますね。すごい、なんか、ここを見るとなんかすごい、なんか歴史を感じますね、なんか。ここは毒ガスを製造する際に使われた電力を供給していた場所って。ね、すごいね、廃墟感が、すごい廃墟感があるんですね。うん、うん、最近もね、なんか触れないようにということですよね、はい、抱っこしないようにって、はい、どん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 来た、どんどん来た、おい、あるぞ、ねえ、ねえ、ちょっと歩きますね。はい、1キロぐらいありますね、ね、はい、行きましょう。はい、行きましょうか。ね、北部砲台跡。よっしゃ、行けくれ。うん。今日は余計できた。おいしょ、おい。なるほど、余計。ちょっと、あれ何これ迷路みたいになってるんですけど。ほんまじゃ。行きましょう、行きましょう。何ですかね。急の坂のために自転車を、あ、うん、あ、突っ込んで下に落ちる可能性もあるから。そうですね、もうすでにこうちょっと高いですもんね、位置が、うん、この足がちょっと恥ずかしいですけどね。いいじゃないですか。よいしょ、はい、くれ、すっごい山道だけど、やっぱこうやって人が、そうですね、どん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 湧き出てる。おしゃよ、しみちゃん、ほい、そうだ、あ、なんとなくなんかなんかあるね、なんか昔の作りの、そうですね、湧き出てる、これ展望、これ展望台なの、なんでしょうね、これ、ね、焼却炉みたいな感じなのかな、なんかよくわからない感じなのかな、うん、この上に何かあるんだ、この上にあると思う、ね、でもなんか焼いて煙を出すような感じなの、なんかヒントがあるはずだけど、なんだろうね、まあでもこういうとこはね、砲台、うん、これに書いてるかもしれないですね。これ宇宙だけどですか。日露戦争が始まる前の1902年に設置された芸用要塞の大久野島古い北部砲台の跡。じゃあさっきの穴ってのはこのあれなんかな、その回転させるための、そういうことですね、機械が、うんうんうん、でもあれだね、12センチだから結構でかいね。そうですね、なんか玉とか入れとったんだな、なんか 後付けで、うん、この下とかね、うん、誘爆ね、うん、
多分大きいやつがあったんだろうね、これなんか。さっきとちょっとレベルが違うからね。確かに。戦艦とか乗せる。あ、さっきでかいね。さっきの2倍だ。そうだね。24で。カノン砲。キャノンみたいな感じなんだ。そう、結構長距離。キャノン砲って書いてある。長距離のやつを。うん。この船についてはと同じ感じの。そういうことですか。ほら、こんなにでかいよ、人が。確かに。ほんまですね。うん、24センチってこの打つところが24センチってことですか。口径が、口径、あ、口径が24センチ。だから今米軍とか自衛隊が使ってる大砲よりちょっと一回り大きい。もうガチなんかちょっと廃墟。そうですね。多分これを見た人は多分ウサギを期待してるかもしれないけど、なんかこういう裏側でね。そうですね。なんかそうですね。ここで多分では死なれたと思うんですけど。毒ガスの関係だってやった人は。ここが24センチのカノン砲。とかあったとこやね。うん、ここね、ここ幽霊が出てくるっていう噂を聞いてね。あ、そうなんですか。うん。まあ出るかもしれないですね。なんかね、うん、昔なんか心霊スポットっていうか、その怪奇現象っていうか、その心霊の人も来たみたいな。でも一番、ね、結構邪悪すぎて。うん、奥まで行けんかったっていう、うんうん、ちょっと日が暮れたらちょっと怖いですね、うん、で地元の友達とかもなんか、うん、結構ねここは現れるって言ってるし、でもご飯が美味しいって言ってる。ご飯が美味しい、ね、でもご飯が美味しい。宿泊施設の、あ、現在地が、はい、現在地はこうですね、うん、今のカノン砲はこれですね。こっち12センチ。で全体マップでは、全体マップで言うとここに、ああ、なるほど。こっちの下に行ったんですね。ってことは、こうか、そう考えたら、ここ一周した方がいいってことかな。そうかもしれない。一周できるんですかね。こっちじゃない、さっきこう行ったんで。あ、そうか、こっちからこう来たんだ。こうだね。結構進んできたんですね。そうね。どうしよう、これ。これ何でしょう。さっきの感じですね。なんかガスの貯蔵庫。ああ、ね、皮膚をただれさせる性質を持つ、毒ガス、うん、そうだよね。直径4センチ、あ、4メートル、高さ11メートル、でっかいよ。そうね、85トンあったよね。これトイレ。サウンドクラウドで。トイレ。トイレになってるね。あ、穴があるね。穴っていうか、便器いうかね。うん。行こう。元の、そう、なんか。こちらが正面。ああ、そうね。奥が台になってる。結構大きい。そうですね。公園みたいに出てきましたね。まあ、メインになるんですよ。はい。ここもあるよ、なんか。ほんまだ。うん。なんだろうね。はい、本館横にある、この建物は何でしょう。はい。ね、なんか。なんだろうね。はい。本館にはかつての何々、まる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 の製造工場があったよ。毒ガスの製造工場。そうですね。あ、これ貯蔵庫なんだ。貯蔵庫になってるってこと。ああ、ここに大きいタンク置いてんだろうね。うん。ここが。はい。宿泊。なんか飯がうまいと。そうだね。なんかいろいろ広島の牡蠣だったり、うん、海の幸が味わえるということです、ね。ちょうどね、バスも。無料バスが。うん。そうですね。泊まられる方は無料バスがいいかもしれないね。うん、でゆっくり歩いて見て回るという感じですかね。でも基本的にはなんかもうみんな歩きながら。そうですね。行ってるね。そうです。OK。Okay. Okay. 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 Okay
間ほどか。いや、なんか貼り付けとるような感じ。しかもこれ本物じゃないよ、これ。うん、岩みたいな。でもこれは耳聞こえ、うん、聞こえるんよ、なんか遠くの音が。あ、なるほどね。え、前からやった方がいいんじゃないですか。なるほどだ。どうですか。波の音はよく聞こえるんですけど。僕の声大きく聞こえます？多少。多少。千羽鶴やね。これは多分いろんな理由があって。ああ、慰霊碑が。千民を超えたが、その多くは毒ガス商売の解明のために身を捧げ、国からの救済の道を開くべく、その。まあ、まあ、なんかそういうので訴えていったってことなんだろうね。そうですね。まあ、いろんな今日はいろんなあのね肝炎の関係とか、うん、そういうのがあるけど、まあ、これが始まりのその訴えるっていうことなんだろうね。うん、はい、ちょっと生まれたばっかだね。そうね。可愛い。今日泊まるんかな。そうですね。まあそこでカウントダウンとかして。ああ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。次行きます。いやいや、まだまだです。YouTube 頑張ってます。あ、今日は泊まられる感じなんですか。はい、あ、カウントダウンも、これ、楽しんでください。はい、いや、嬉しいですね、これね。やっぱ言われたじゃん。トロで良かったかもしれないですね。ね、うん、すごい多分サービスだと思うよ。確かに。トロじゃなかったら声かけられないもんね。うん、ただそのハゲのおっさんや。ほら。ちょっとみたいなもん。ほらほら、すごい。ちょっと。向きが違うと。なんかの状態で起きるみたいなね。うん、温度とかも関係してくるんですかね。うん、はい、満足ですか。そうですね。あともう、もう、結構なくなりました。もう、ほどほど。あら、船止まっとる。本当だ。船行っちゃいましたけど、大丈夫ですか。ちゃったね、ちょうどもまあすぐ来るでしょ、多分ね。本当にじゃあ、ちょっと待って、はい、どこ行くの。え、どこか海に帰ります。海に帰りますんで、はい、皆さんありがとうございました。じゃあ、すいません、うん、あ、いない。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。